この番組はモナトミックレコード栄町屋上屋台のロマン栄町朝と行きが目の前の宿満点以上の提供でお送りいたしますせー。

もよろしくお願いします。はい、はい。そしてえっ、ー、と出身はですね、あの愛知県なんですけれども沖縄に来て12年、えー、のラリクラリ。一生懸命頑張るとこは頑張って手を抜くとこは抜いて、えー、それ何生きてます。<laughs> <laughs> はいどうぞ。はい。えー、じゃあ僕王子です。よろしくお願いします。お、はい、願いします。えー、今週今週ですね、えー、22歳になりました。ほう。 そうようやくそうだね、あのー、今週とかこのあとか2月え今日が今日が22日のはず違うわ今日十二日12日,12日ですね <laughs> <れ>まだまだなってないですねあれ そうだ。そうそうなんですよ。まだまだなってないんですよ。すみません。終了と。大丈夫大丈夫。<laughs> 収録ですこれ。ちょっとね、うん。おかしくなっちゃった今。二月の十五日ね誕生日やね。そうですね。二、うん、月の十五。覚えておいてください。こ,こ,のこの放送の三日後ということで。<う>何が届くんだろう。<laughs> 楽しみ。ちょっと変な汗かいてきちゃった。<laughs> あるあ,あるある。ある収録ってねこうなるから。<laughs> 恥ずかあのー、ねライブ感を届けるのがラジオとは,う、ね、オとは思うんですけれどもそうそう我々素でいきますのでよろしくお願いします。はいということでね、まあ、あのこのね、あのー、そうだねまだもういろんな皆さんのねもうこの状況ですからお家の過ごし方あると思うんですけれども私あれです、あのー、その前に王子の聞こうかな。 はい、王子ののお家の暇暇つつぶし最近そう最,初にも最初の放送にも行ったんですけど、はい、すごいゲームが大好きではい、はい、最近「ファイナルファンタジー14」っていうのがあってオンラインゲームなんですよ。うん、もう14までそのオンラインゲームがもうすごい10年ぐらいだったかな、うん、続いてて、うん、もう最後のストーリーが一応終わって。うんうん もうずっと大号泣してましたね。もうずっと浸ってる今。ゲームで。そうそう携帯ゲーム。あ,あ、もうプレステフォー。へえ<ー>。そのずっと大号泣最後らへ、うん。オンラインゲーム。<laughs> オンラインゲームでへー。すごいね。あの、俺なんかまだこのテンで止まってる。でもテンもすごいいい作品ですよね。あれはね、あれです。可的だったな。うん、っていうか、あれゲーム自体やらないんだけどね。あの。<laughs> ゲーム。 かあの兄貴が兄がゲームやってるあのそのと付き合ってた当時の恋人がゲームしてるのを見てるな, <laughs> なるほど <laughs> 自分がやっていったわけじゃないってことなんね俺ねなんか人のゲームやってるのね<あ>めっちゃ好きなのそうなんですねでも格闘ゲームは見ないあそうなんだ、うん、はやる方 <laughs> やる方 <laughs> やる方。レースは1回やったら飽きる,飽きるでも真剣勝負みたいなの。 マリオカート持ってるんで今度みんなでしましょう <laughs> 一回だけね <laughs> 一回だけ <laughs> 一回勝負 <laughs> 俺スーパーファミコンだったけど何64とかでやってたの64もないかス今スイッチなんですえ<う>王子が子供の頃ってえっ何だったのもうゲーム自分が一番最初に触ったのはそのこんぐらい、うん、長方形の、うん、横の長方形の、うん、ゲームボーイだったかなゲームボーイアドバンス そうですそうですそうです。じゃあもうカラーだ。そうそうですカラーついてます。もうなんかあのなんなんかこのドンって殴ったら人が怪我しそうな感じのゲームボーイだったようち。そうなんですか。ドンキみたいな。そんなのあるんですか。うんうん。あとで調べてみる。結構なに iPhone iPhone Max? はい。よりでかいみたいな。えめっちゃでか。うんだって1キロとかとも多分。 さらに電池入れてみたいなかすごかったでもそれでみんなね あのマリオとかやってたわけよただったただっつって、ね、<laughs> んつってはいということであ時間なくなちっなくちゃったでも俺の話はいいね、はい、ごめんなさい <laughs>、はいいえいいえ大丈夫です素敵なお話を <laughs> ゲームを思い出せたし <laughs> はいということでじゃ一旦ここでスポンサーの情報をお願いいたしますはいここでお知らせです那覇市栄町にある屋上屋台ロマンをご紹介します 浅戸駅前徒歩1分開放的な屋上空間で一緒に乾杯しませんか不定期ですがライブイベントなども開催しております詳しくは公式 LINE ページ露天屋台の「ロ満天の星空の満「ンロマン」で検索してみてくださいね続きまして同じく境町にあります宿満天をご紹介します完全個室のゲストハウス1名1泊3000円からのご提供 2名で1泊同室ならなんとお一人2000円新築できれいな建物朝さと駅から徒歩1分24時間スーパーの真横帰りを気にせず境町を堪能してください近くには低料金のコインパーキングもたくさんありますよぜひご利用ください はいいありがとうございますさあ、えー、この番組、えー、音楽情報発信番組ということで早速曲を紹介していきたいのですが<お>紹介しちゃおうかな。はいでは先に紹介しちゃおう。このバンド名にはヒゲの似合う年になっても誰もがワクワクするような音楽をこのメンバーでずっと と続けていきたいという意思が込められているそうです2015年4月ファーストミニアルバムラブとピースは君の中をリリースしデビュー2018年4月メジャーファーストシングルノーダウトでメジャーデビューを果たしましたブラックミュージックをはじめ様々なジャンルをルーツとした音楽で全世代から支持を集め続けております まあえー、この曲なんですけれども AppleMusicAppleMusic、えー、の那覇トップ25にランクイン、ね、今になってまたランクインしてきたんですけれどもい、はい、ということで早速お届けします。 今ラジオではクライベイビーが流れています。傷口が綺麗になるなんて嘘をつくいつも口喧嘩さえタケナ。育成 <laughs> して歌うのは大丈夫な YouTube で。<あ> <laughs> ええない冗談言うな <laughs> あんまりのつまらなさに目がふる。 何度も青あざだらけで涙を流して、不安定な心方に預け合いながら腐りきったバッドエンドにあらが合う。 なぜだろうい<や>高いところ譲ったな。<や>口よい痛みずっしりとひびぬれた服にして打ちしながら晴れ上がった顔見合って笑う。土砂降りの夜に仕 <laughs>、えー、事ったリベンジ。 胸ぐらを掴み返せ、して反撃のパンチをクリネすぐらいじゃなきゃお前の隣には立ってないから相手がなんでやれ <laughs> ここの歌詞分かんない <laughs> 分かられない開けるな忘れる <laughs> YouTube 自由だなおいほ <laughs> <当>に <laughs> 今ラジオではオフィシャルヒゲダンディズムの「クライベイビー」を流しております YouTube では 著作権の関係上音源を流せませんので代わりに我々が歌っております <laughs> 恥ずかしい <laughs> しかもあの放送に流れないから開始もね <laughs> あの実はちょっと届いてなくてそうそうそうだからどんな声してるのかもかね「博 <laughs> 士は,はいらないから言葉をひとつ作れないか」 ぬるい優しさではなく。高いわ。された。ぬの奥を。へぐるような言葉。を <laughs> あ、外しちゃった音。<laughs> ちょっと一旦こちらのマイク下げます。<laughs> オフィシャルヒゲダンディズムクライベイビー聞いていただきましたさあ今度は王子の曲紹介お願いしますはいではご紹介します2011年4月にシングル花びらでメジャーデビューしたバンド ボーカルが作詞作曲を担当していて、えー、多種多様な楽曲が多い中特に恋愛系バラードが男性の共感はもちろん女性の心も揺さぶり幅広い世代から評価されていますで、あの学生の頃片思い中の友達とその他の数人でカラオケに行って、うんえー、この人たちの楽曲を 泣きながら歌ってたのがいい思い出です自分の中で。あ王子の体験だ。えー、<laughs> 俺今片思い中。あ<ら>笑っ笑って笑っとけ笑っとけ。<laughs> <laughs> それでは、えー、それでは聞いてください <laughs> バックナンバーで思い出せなくなるその日まで。 はい、ということで、はい、今大オの方ではえー、っと「バックナーマの」の「思い出せなくなるその日まで」を流しております思い出せなくなるその日までんだっけ頭の中の消しゴム違うかだったかな,なんか映画があったんだけどあそこの曲はごめん全然俺知らなかったんだけど<あ>映画でその旦那さんか奥さんどっちだったかな奥さんだったかな いや旦那さんだがあのー、もうアルツハイマーでんどんどんこのそうそうそうなんだけどなんかねその素敵なのが記憶はないんだけどまた恋に落ちるっていうめっちゃ素敵そうそうそうあもう本当の運命だなと思ってるね,ねいいね恋愛したい恋愛したいね恋愛してるわ。<laughs> いやーでもなーいいよなーなんかそうやって思えるぐらいまでのねバレンタインデーも近いですしあでもその前に君の誕生日だねそうですねあその前にじゃバレンタインデーの次の日が王子の誕生日ちょっとまたやらかしちゃいます見てくださいよ <laughs> <laughs> アマゾンとかだったら届くんじゃない王子に <laughs> ぜひ FM 生まで皆さん王子の誕生日お願いしますお願いします <laughs> こここにこうやって出たらいいのに、ね、<laughs> ここにあの王子っっててって言ってくれれば <laughs> FM 那覇で検索してください <laughs> お願いしますあぜひあの生ものはやめてください <laughs> 本当に本当にせめて冷凍の肉 <laughs> でもそれ保管する場所はないんじゃないここに確かにえ届いた瞬間じゃあ取りに来ますよ <laughs> もうつらあ <laughs> 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 でももう送ってくれるような人おうの連絡先知ってるよね多分ね <laughs> もしかしたら <laughs> はい皆さんあのー こんな感じ YouTube はねあのちょっともう著作権の関係上音源が流せないですのでそうそうえこの裏トークというかあ普段もそんな変わらないんですけどできるだけ素に近いね僕たちを届けられたらなっていう, <laughs> そう,そうあとなるべく自分が選んでる曲なんですけど <laughs>、うん、なるべく YouTube で見れるような曲を選んでるんですよだからよかったら気になる方ねそう全部 k n o m b の「そうそうの。 えっと、思い出せなくなる日その日までその日まで、はい、んみんな忘れないでね俺たちのこと忘れないで笑い方が悪魔みたいな人 <laughs> <laughs> さてさてもうちょっと聞いてたいけどじゃあ一旦曲落として曲紹介お願いしますはいではただいま聞いていただいておりますのが「バックナンバーの「 えー、失礼いたしました。ただいま聞いていただいているのがバックナンバーで、えー、思い出せなくなるその日まではいです。はいであのこの番組なんですけれどもあのこの音源があの二つですね、えー、実は配信しておりまして三つかなはいまずこの、えー、F.M. 那覇の電波に乗った放送、はい、そして、えー、ラジコアプリで 携帯アプリででくことができますはい、はい、そして YouTube でも配信をね、はいはい、しているんですけれどもあのちょっと YouTube ではですねこの曲,曲が聴けないのでああ曲が流せないのでその間ね僕たちがあのー、<laughs> 放送に載せれないような話をしているんですけれどもそん <laughs> 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 なかったないかそん、ね、なことはないんだけれどもはい是非是非ラジオを聴いた後に うん、あのた、ー、いね次の放送までの間のどこかでアップロードされるのでだからあれだね例えば今日この放送を聞き終わったらもしくは聞き終わる前に、はい、前回の裏「裏ミュージック・ダイアリー」を YouTube で見るのもいいかもしれないね。<laughs> <laughs> そこのあなた見てくれてありがとう今画面に見さします <laughs> はい <laughs> じゃ聞いていただきましたありがとうございますさあここででは、えー、スポンサーの紹介をお願いいたしますはいでは、えー、ここでお知らせです那覇市境町にある屋上屋台ロマンをご紹介します朝戸駅前徒歩1分開放的な屋上空間で一緒に乾杯しませんか 不定期ですがライブイベントなども開催しております。詳しくは公式 LINE ページ露天屋台の露満天の星空の満ロマンで検索してみてくださいね。続きまして同じく栄町にあります宿満天をご紹介します。完全個室のゲストハウス1名1泊3000円からのご提供2名で、あ、2名1泊で同室ならなんとお一人2000円お安いお安い <laughs> ごめん, <laughs> ごめんい、はい、新築できれいな建物浅さ駅から徒歩1分24時間スーパーの真横帰りを気にせず栄町を堪能してください近くには低料金のコインパーキングもたくさんありますよ ぜひご利用くださいはいありがとうございますさあここでお便りの募集方法ですこの番組では皆様からのお便りやリクエストを募集していますあなたが今一番大好きなアーティストを他のリスナーの方にも紹介したいもしくは自分の作った作品を流してもらいたいなどなどなど、えー、普段のお便り 普通お歌も合わせて募集しております。お便りはメールにて募集しております。music.diary.naha.gmail.com 英語で music. 英語で diary. ローマ字で naha.gmail.com です。詳しくは番組のホームページをご覧ください。そして先ほども申し上げました。この番組は放送終了後、え翌日の ラジオ放送までの間に、えー、YouTube にてアーカイブ配信も行っております。 その YouTube の中で、えー、動画のタイトルの部分にそこにもアドレスが載ってますのでねそちらもご参考ください皆様のお便りをぜひぜひお待ちしておりますお待ちしておりますさあ曲紹介しようかなもうね<ん>あもう次何かなもうこれねもうもう春ちゃんといえばみたいあお音れちゃったごめんなさい <laughs> はいで紹介したいと思います20年何だわわわ,わごめんなさい27年たった今も <laughs> あの名曲恋人たちのクリスマスは全米ビルボードビルボードでナンバーワンを 3年連続で、はい、更新しております来月3月に52歳の誕生日を迎えるマライアは衰えを一切見せずに今年も、えー、邁進していくと思われます楽しみですね <laughs> はい、えー、今日は彼女のセカンドアルバムから7オクターブの歌姫として世界,に世界を認めさせたこの楽曲を紹介します、えー、マライア・キャリーで「<laughs> エモーションズ」 さあ今、放送ではマライアのエモーションズが流れています。はるちゃんといえばもう、声 <laughs> <ー>が逆さ。<laughs> oh, different ever than now.Woo, you got my feeling emotional on higher than the heavens above.I feel good.I feel nice. そうあの何度もねあれなんですけれどもこの YouTube ではちょっとあの音源が流せませんのでね自分が弾いたり歌ったりっていうのはね OK なんですけれども、えー、とこの発売されてる音源を流すことができませんので、えー、ちょっと無音状態になっておりますが、まあ、この裏トークをね楽しみながら <laughs> あとは俺らのカラオケを楽しみながら <laughs> どんどんそっち寄りになっていくかもしれない,、ね、いそんな感じします。バラ,ラクドメアピー出るかな <laughs> って<ね>ば <laughs> いやー曲作りたい衝動が最近すごいなーだけどな時間ないな本当に <laughs> 言い訳じゃなくて本当に時間がないな <laughs> 頑張ろういろいろ仕事まとめようみたいなね皆さんなんかやりくりどうしてます僕もね結結構構スケジュール管理は結構 意外に意外と思われるかもしれませんがあの徹底してる方でただ何めっちゃ仕事する日と全然仕事しない日っていうのはねちゃんと決めててすごいえらい、うん、だからなんかね少ない時は週に1回だけその働くみたいな <laughs> その代わりもう1週間分の仕事するのもガガガッそういうモードじゃないとできないのがあって。えー ちょっとなんかかそのゼロから生み出す、はい、ホームページのデザインだとか、ね、あ曲もそうなんだけどよしじゃあ10時から始めて夕方の5時に終わろうってできるもんじゃないからさそう,です、ね、そうそうなんかねもうグーッと集中してだからもう2日前ぐらいから始まるわけその作業を。 に当たるために睡眠の時間とかあの飲むとか食べるものとかで早く起きる日は前日には何も食べないとか結構自分の中で結構ルールがあってね40年近くこの体と付き合ってるからすごいめっちゃ食べた翌日はね仕事できないもんやっぱり <laughs> <laughs> 気をつけようあすいません今 音が一瞬入っってきちゃったねごめんなさい。<laughs> <laughs> はあ皆さんもなんかこういうスケジュール管理とか、うん、あのねスケジュールが俺苦手だと思ってたんだけど違うんだよねスケジュール管理ってねスケジュール管理をすることが大変なんじゃなくてね自分ってものを知ることが大変。それはありますスケジュール管理しててもだって 自分がそれででききなななゃゃ意味いいじゃないですか面倒くさいとかが勝っちゃうしそうなんかその目標を立てることもそうだしまあでも結局ねなんかあの自分のできることってなんだろうって意外にみんなね自分でき,できるって思っちゃってるからねそうですねそう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 そ、ね、うそ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 ょそう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 そ さあただいま聴いていただいておりますのはマライア・キャリーセカンドアルバム「エモーションズ」より「エモーションズ」聴いていただきました、うん、さあ今日もちょっともうもう時間があれがあれなんですけれども <laughs> れれ、うん、早いね本当にね30分っつうのほんと早いな。うん ね皆さんもあのどうですかこの番組もう好きな曲ね僕たちの好きな曲そしてあの那覇の人たちが聴いてる好きな曲を中心に流してるんだけどあのねメジャーとかそんなんじゃなくてもねあのよっぽど放送コードに引っかからなければ大丈夫ですので <laughs> 皆さんもこの曲聴いてほしいとか、えー、と推しの、はいえー、推しを探す。 推しを応援してることお仕事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 、仕事 <laughs> ね、ぜひぜひ皆さんもあの、お仕事の一環としてぜひぜひ我々を使ってくださいね、はい、<laughs> さあこんな感じでやってもらいましたミュージックダイアリー本日もね、えー、私と、えー、この二人で届けてきたんですけどもいかがでしたかあのまた来週もぜひぜひ聞いてくださいね、はい、えー、本日のお相手ははるちゃんと <laughs> 王子でした,でしたせーのバイバイ,バイ,バイまたねまたね ね、リブです一部の皆さんもとありがとうございます <laughs> <laughs> この番組はモナトミックレコード栄町屋上,屋上屋台のロマン栄町朝と雪が目の前の宿満点以上の提供でお送りいたしました